こんにちは、吉田です。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、今から花粉の実験をしてみたいと思います。現在ですね、花粉の時期になりました。花粉はですね、私たちの、鼻水がですね、ダラダラ出てくるわけですよ。で、こういう時ですね、地上にいる時と山の時ってどうなのかって思いますよね。で、そういう実験をしてみたいと思います。はい、ちょっともう鼻水が出てきましたが、やっぱり僕もね、花粉がやばいぐらいちょっと弱いんですね。で、自分でやっぱこう実験してみたいなと思い、ちょっと思い立ってすぐに今から頂上に行ってみたいと思います。で、今日もですね、非常に天気がいい状態です。早速ですね、山に行ってこの動画をまた撮ってみて、そして鼻水の状況とどうなのかっていうのをちょっと調べてみたいと思います。はい、それでは行ってきまーす。はい、早速なんですが、今回のですね、山は目の前にあるあの山に登ってみたいと思います。ちなみにですね、頂上まで行ってみたいと思います。はい、だんだん頂上に近づいてまいりました。若干ですがね、今の感じではなんか鼻がムズムズしてくるような感じがあります。ちょっとですね、あの外からの空気も入りつつもやっておりますので、ちょっとこうムズムズしてる感じがしますね。はい、また頂上に行くときに、そしてまた頂上の動画アップしていきますんで、ぜひ見てください。だんだん近づいてきましたが、やはりちょっとずつですね、ムズムズ感はやっぱありますね。こんだけ天気がいいとですね、やはり花粉も飛びまくるんでしょうかね。はい、続きはですね、また頂上に着いてからあげますんで、楽しみにしていてください。はい、今ですね、運転席からですね、降りまして、今頂上のとこに向かっております。今歩いております。すごいですね、いいとこですね、相変わらず最高です。はい、早速ですね、頂上に着きました。なんと言ってでもですね、今日はですね、感動したことがあります。いつもですね、この頂上で撮っているところの山なんですけども、こう昔はですね、椅子が1個あったんですね。座れるとこ1個椅子あったんですが、実はなんと椅子がもう1つ、置いてあったんです。感動ですね。やっぱりそれだけやっぱこの景色っていうのはやっぱ最高なんですね。ありがとうございます。きっとですね、町の方がですね、置いてくれたんだと思います。ありがたいですね。本当に嬉しく思います。ありがとうございます。現在ですね、今約頂上に来て3分から5分ぐらい経ちました。ちょっとですね、やっぱ感じるのはやっぱり今の時期寒いです。そして花粉がですね、やっぱ飛んでるなと。今日は風もないし、すっごい景色いいです。で、3分から5分今経ちましたが、若干ムズムズしてきたかなと思います。はい、気持ちいいですね。どんななってるかっていうとですね、今日はですね、ちょっとスマホで撮っておりますが、たまたま天気も良かったしですね、早速撮ってみました。気持ちいいですね。眩しいんですよ、今日は。景色がいいですね。いいですね。やはり地球とかやっぱね、やっぱ世界中とか、そうですけども、日本もそうですけども、やはり変わらない、人にとって変わらないのって、やっぱ自然も一つの、ツールとしてありますよね。自然やっぱ大事ですね。どこ行ってもこういう自然をですね、ずっと保ってほしいですね。日本っていう、そして世界中の人々、やっぱ自然が何よりも気持ちいい。はい、それではですね、もうちょっといたいなと思っております。現在のそのムズムズ感というのは若干あるかなという感じですね。めっちゃ高い山ですよ、ここは。はい、今ですね、約10分弱ぐらい経ちましたが、今鼻の状態はですね、少し、ほんの少しですよ、ほんの少しムズムズしてるかなという感じですね。やはりこう今考えてですね、こう山の頂上だと、頂上だと今ここで撮ってるんですが、山の頂上だったらやはりその風とかで花粉もやっぱり下の方に降りていってしまうのかなと。で、今目の前に出てるその町とかにですね、ああいうところに流れて風が流れていくんじゃないかなと思います。
で、だからちょっと若干なのかもしれません。実際にですね、こうやって自分の足で運んでこうやって実験してみると、やっぱり花粉ってどうなのかなと、テレビに出てるのはどうなのかと、話題はどうなのかと、やっぱ追求したくなってしまうのが私なんですが、やっぱりそうやってね、時間とですね、足を使ってやってみたいなと今後もですね思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。はい、今ですね約15分弱ぐらい経ちました。はい、今鼻水の状況はですねさほど変わりはないと、地上にいる頃よりも、さほど変わりはありません。だからですね、山の頂上に行ったからといって鼻水が出てくるのかって言ったらそうでもないみたいですね。これ何かというと、やっぱり論理的に考えれば山の頂上から花粉、山がいっぱいあって杉が出て、そこから頂上に川に、川とか町とかとかいう風に流れていって、こう花粉が出やすい状況になっていくのかなと、思いました。はい、今日もですねここまで動画を見ていただいてありがとうございました。今回もですね山の頂上からこの動画を撮影しました。今できることからどん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 広げていくこと、そして今、常に新しいことを生み出していくこと、そして常に、実験を大事にするということがですね今回私もですね改めて分かりました。ぜひですねまた動画アップしますんで見てください。高評価と、そしてまたチャンネル登録もよろしくお願いいたします。こちらにですね YouTube のチャンネル登録するところもありますんで、ぜひチャンネル登録してください。